ちゃん？珍しいね。一人なの？はい、こっそり来ました。お料理、教えてください。どうしたの？急に。フィリスさんから聞いたんです。ソフィーさん、家事はダメだけど、お料理は得意だって。今ちょっとトゲがあったような。私いつもリディに頼りっぱなしだから、ちょっとくらいお料理できるようになりたくて。スーちゃん、わかった、私でよければ教えてあげるね。まずごめんなさい、せっかく教えてもらったのに石積みを量産しちゃって。思ったよりも大惨事になったけど気にしないで。いくつかアドバイスするね。まずゆっくり落ち着いて作ること。次に料理を誰に食べさせたいか考えること。そして最後に、常に強火にしようとするのをやめること。そりゃ焦げるよ。むしろ焦げない方がおかしいよ。強火にした方が時間短縮になるじゃないですか。なってないよ。焦がしちゃったら台無しだからね。とにかく私のアドバイスを守ってみて。そうすればきっと美味しいお料理を作れるはずだから。はーい、家に帰って練習してみます。ありがとうございました、ソフィーさん。私も昔同じようなことしたな。焦げ焦げのお料理たくさん作ったっけ。実はさっきのアドバイスっておばあちゃんからの受け売りなんだよね。頑張ればきっとうまくいくはず。料理は根性だよ、スーちゃん。さて行き先は。二人とも、ちょうどいいところに。あなたたちの意見を伺いたいのですが、次のお楽しみ会、どんな催しがいいか希望はありますか？人形劇！揃いましたね。そんなに気に入ってくれたのですか？はい、とっても。前の人形劇、すごく感動したので。もっと違う人形劇も見てみたいと思ってたんです。なるほど。ではせっかくですし、外部から人形師の方を招いて。話は聞かせてもらったわよ。そういうことならこのパメラさんに任せて。どういうことですか？私、凄腕の人形師と知り合いなの。あの人ならきっとすっごい劇を見せてくれるわ。知り合いだからきっと安くやってくれるし。頼んでみるのはどうかしら。確かにそれはいいかもしれませんね。ですがパメラ、あらかじめ言っておきます。私、人形劇にはうるさいですよ。何せシスターになる前は私もプロの人形師だったのですから。そうだったんですか。ああ、だから人形劇も手慣れてたんだ。納得いったよ。グレースさんも満足してくれるはずだわ。そうですか。ではその方にお願いするとしましょう。
わかったわ。それじゃあお話ししておくわね。パメラが凄腕と認める人形師、果たしてどのような人なのでしょう。楽しみです。私を高ぶらせる演技を果たしてできるでしょうか。シスター、この前とは違う感じに変になってますよ。人形師の血がたぎるってやつなのかな。さて、行き先は。巻き込まれませんけど、つーちゃん疲れたから帰ろう。
我らが万獣の知恵と舞い戻り創造の塔となろうではないか。スーちゃん、今日ご飯抜きね。
感じの鉱物も取り出せればいいんだけど。今週の週刊フラムも最高だったな。ハルトさんの漫画読んでる。イメージと違いすぎる。虫が苦手なんだって。少し意外だよ。どうですか。その手に持ってるの。これお土産。え、お土産ってお母さんどこまで行ってきたの？いろいろ。アンフィル大爆府にも行ったし、あのお化けがいっぱいいるざわめきの森にも行ったし、回転宝物庫にも行ったわよ。キャプテンと世間話してきちゃった。お母さんってこんなに活動的だったっけ？変なところに行っちゃダメだよ。絵の世界には魔物もいるんだから。お母さんが怪我しちゃったら私嫌だもん。あらスール、あなたの銃さばき誰が教えたと思ってるの？いなさい。ロジェに作らせた、もとへ作ってもらった護身用の銃、リディスール Z。これさえあれば魔物なんてへっちゃらよ。ママさん射撃大会優勝の実績は伊達じゃないの。そうだった。お母さんって実はお父さんより強いんだった。ガクガクブルブル、銃を教わってた頃のトラウマが。ま、銃がないと戦えないし、そこまで無茶をするつもりはないわ。ただこれがあれば散歩くらいは大丈夫だから、二人とも私のことは心配しないで。うん。また今度お土産を拾ってきてあげるから、楽しみにしててちょうだいね。
調子なら。
よし。なんか変な感じ。この調子なら。よしよし、順調だね。この調子なら。Thank you.
コルネリアさん、ドロッセルさん、帰ってきませんね。ええ、でも私は待って。と、行き過ぎるところだった。危ない危ない。ドロッセルさん、お帰りなさい。それで、へっへん、宣伝はバッチリ成功だよ。あ、まあ思ったよりも時間かかっちゃったけど。ありがとうございます。父はチラシを見せた途端、懐かしい名前だって泣き出しちゃった人がいてさ。あの人がコルネリアちゃんのお父さんってことで、多分間違いないよ。そうですか。これでひとまず一段落ですね。そうですね。しばらくはこのまま父が訪ねてくるのを待とうかと。私たち何もしてない気がする。いやいや、そんなことはないよ。私がコルネリアちゃんの店に通うようになったのは、二人にお店のことを教わったおかげ。つまり二人の宣伝がなければこんな結果にはなってないってわけさ。というわけで、どう？コルネリアちゃん、二人のことを宣伝部長にしてみるってのは。宣伝部長、いいかもしれませんね。お二人なら適任だと思います。お、構いませんよ。私の美貌と美声でどんどん客をゲットしちゃいますから。私もお仕事がない時でよければ微力ながらお手伝いします。そうですか。ではその時は報酬を弾まないといけませんね。リリーさん、スーさん、そしてドロッセルさん、今回は本当にありがとうございました。お店がくれた不思議な縁、これからも大切にしなくっちゃ。これでいい？また。お出かけ、お出かけ。みんな頑張っていこう。
目的地はどのあたり？何作ろう？どれ作ろう？職場で一味加えよう。材料
俺、冷え性なんだよ。錬金術でなんとか。思ってたのと違う。